皆さんこんにちは、福利会グループのデジタル学園ほやばいです。収録をしました、うん、そうです、収録しました、はい、合ってます。今週も先週と同じゲストで、うん、秋田先生と坂本先生をお呼びしてお話をたくさんお伺いしました、はい、今週は、うん、メーカーの未来についてたくさんお話をお聞きしたんですけど、うん、秋田先生たくさんお話できましたか？はい、もう十分です。はい、秋田先生、ここまで3週放送しましたけど、北陸アイドル部の印象とかありますか？すごく勉強熱心な方々だなと、うん、てかつ飲み込みが早いなと思いましたね。あら、本当ですか？優しい。優しすぎますね。坂本先生は。そうですね、もう結構口下手な方なので、うんうん、すごい引き出してくれるような質問をしてくださって、もう自分としても結構喋りやすかったです。だって素敵で意見を嬉しいね。この番組はですね、北陸アイドル部の若手メンバーが進行していくっていうね、新しい試みでやってまして、うん、はい、進行するのほぼ初めてだったんですよ。すいません、本当いろいろ多分校長先生が一番ドキドキしてたんじゃないかなと思います。ドキ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 。だからもうね、本当にでもしっかりできてたのでよかったなと思います。お二方ね、本当に優しいので本当に助かりました。お話上手だったよね、はい、すごく上手で、うん、本当にもう今日で学んだことがたくさんあるぐらい、もう、うんうんうん、もうこの収録の前にたくさん調べてきたんですけど、うん、メーカーとか、うんうん、でもそんなのも調べなくてもういいやって思うぐらいたくさん、うん、ネットよりもたくさん、確かにネットに書いてない情報がこの番組で聞けるね、うん、はい、すごいですよ。ネットはすごいですけど、うん、お話もすごいので、うん、皆さんぜひ聞いてください、うんうん、はい、あと NT 金沢のお知らせもしておきましょうか。はい、 NT 金沢は、うん、6月の17日18日に金沢駅のおもてなしドームにて NT 金沢というイベントが開催されます。はい、どんなイベント？これはたくさん の、うん、作る方、うん、メーカーさん、ものづくりをね、はい、いっぱいしてる方が作品を持ってきて、はい、そうです、持ってきてそのみんなで自慢をし合う。みんなで言ってたね、先生が自慢し合うって、ね、あれですね、 NT もともといろんな定義があるんですけど、僕らは今何か作ってみたのを略してるんですね。あ、なんか作ってみた、なんかこんな作ってみたよっていうのを持ち寄って自慢するような場として今やってます。すごい、皆さんも作ってみたをお待ちしたいと思います。はい、気になる方はぜひぜひもてなしドームに足をお運びください。はい、ちょっと最後にあーちゃんの印象どうですか？喋るのゆっくりじゃないですか？先生笑ってますよ。はい、すごいゆっくりで、でも丁寧でいいですよ。あら、すごい優しいですよ。優しいです。好きやっちゃうね。お父さんにしたいです。締めて。はい、北陸アイドル部のデジタルで北陸アイドル部のデジタル学園は毎週日曜日 MRO ラジオにて17時から15分間放送しているので、皆さんぜひお聞きください。はい、それではバイバーイ。バイバーイ。